疾走する馬の足音、矢が的に命中する音が馬場に響き渡る。鎌倉時代に始まった高山流鏑馬、射手を務めるのは中学2年生。毎日のように流鏑馬練習とかも綱持ちとか来てたり、本番もちっちゃい頃一緒に行ってたりして、すごいなんか心に残って、まあ、町の方々がこの季節に流鏑馬がないと寂しいという思われることを毎年できるっていう、我々も生きがいに思ってる。プレッシャーを受けながらも成長していく射手と、支える地域の人たちの40日間を追いました。鹿児島県の大隅半島に位置する肝付町。ロケットイプシロンの発射場である内之浦宇宙空間観測所、そしておよそ900年の歴史を誇り県の無形民俗文化財に指定されている高山流鏑馬を有する自然、科学、歴史が織りなす町です。毎年四十九所神社に奉納される伝統行事、高山流鏑馬。化粧を施した若武者姿の射手が馬にまたがり、およそ330メートルの馬場を3度駆け抜けます。3箇所の的に9本の矢を放ち、的中した矢の本数で翌年の豊作を占うのです。射手は地元の中学2年生から選ばれ、およそ40日間の練習を重ねて本番へ臨みます。9月5日、四十九所神社で祈願祭が行われました。射手の家族、地域の関係者などが集まり、奉納の無事を祈願しました。今年射手に選ばれたのは高山中学校2年生の吉永幸四郎さんです。祈願祭の翌日から練習が始まります。幸四郎さん、馬に乗るのは初めて。毎日およそ2時間の練習を重ねて、少しずつコツをつかんでいきます。まあ、急に走り出したらどうなるんだろうと思ったんですけど、初日から落馬もなくてよかったなって。10月に入り、神社のしめ縄と本番で使う的作りが行われました。射手をサポートするのは流鏑馬保存会のメンバー。代々射手の父親たちで構成されてきましたが、今年から希望者も受け入れるようになりました。多いとやっぱり祭りが活性化するというか、祭り本体の我々のその保存会がしっかりしてると祭りも閉まってくるので、自分の息子が射手になったことをきっかけに保存会のメンバーとなった有馬さん。いろんなこと言われるわけですよ。子供たちもイラッとする時があると思うんですけど、同じことを最後までやり遂げた後の子供たちの顔はもうすがすがしいですよね。やっぱり立派になっていきますよね。高山流鏑馬を支える人たちはこちらにも。保存会の休憩所に女性部のメンバーが集まってきました。今日は10時のお茶の準備をして、でそれからお昼のご飯を準備をして、流鏑馬を手伝った人たちに料理を振る舞う女性部。地元の食材を使った郷土料理などを作ります。準
業してても夕方こう持ってこられたらそれをもう使わせていただいて、ね、だから楽しみですよね。ありがたいし。こちらは鹿児島の郷土料理ガネ。さつまいもが入ったかき揚げで揚げた姿がカニに似ていることからこのように呼ばれています。お昼、的作りを終えた人たちが集まってきました。美味しいです。めっちゃ美味しいです。毎年だけど終わって感謝してますから、こんなもうこれだけじゃないので何回もあるから、これが手やぶさめですね。うん、うまい。保存会の人たちだけではありません。やぶさめの練習時間になると地域の人たちが集まります。ババアを仕切る津田餅、練習には欠かせないこの役目も多くの人の支えによって成り立っているのです。感謝の気持ちで、その感謝の気持ちを本番で成功させたいです。本番2日前、この日は塩掛けと呼ばれる儀式が行われます。四十九所神社から10キロほど離れた柏原海岸に向かいます。こちらはやぶさめ保存会塩掛けの一行です。今日はやぶさめの柏原海岸では、神事が行われやぶさめに関わるすべての人が海水でみそぎを行います。柏原海岸から再び四十九所神社へ。高山中学校の同級生たちも横断幕を持って駆けつけました。これから2日間、いてとあといては宮ごもりに入り、本番の朝まで誰にも会わずに身を清めます。やぶさめ本番の朝、射手は神の化身になるため化粧を施します。紫の狩絹装束を身にまとった射手の晴れ姿、武者行列で町の人たちに初めて披露されます。やぶさめ直前の神事、京都高山の五穀豊かに、産業者の件自信厚く、やる頂戴に部から安らけく、改めて参ると吉永幸四郎、吉永幸四郎、これ弓を受け取った瞬間、射手は神の化身となります。およそ330メートルの馬場を3度かけ
3箇所の的に合計9本の矢を放つ高山やぶさめ。一層目、伊手の父親が怪我なく無事に成功することを祈りながら政子で馬場を清めます。一層目が終了。二本の矢が的中しました。あと2回やでは思い切ってやれ。2層目は3本中2本の矢が的中。最後まで終わってないのに泣いたらいいか。終わった。はい、最後の疾走となる3層目。見守る人たちも祈りながらその時を待ちます。三層目は3本すべての矢が的中しました。本人は悔しいと思うけど、いいやぶさめ。幸四郎さんが放った9本の矢のうち7本が的中しました。目標の8本的中はできなかったけど、無事奉納できたので良かったと伝えたいです。最後まで緊張感が抜けない醍醐味っていうか、3走目が終わって初めて馬が上がってきた時に、終わったこんなミラー流しながらよかったなって終われるっていうのがやぶさめの良さですよね。でも3走走って 3本いるっていうのは変わらないんで、そこだけですね。一つの目標というか、みんなが一つになってやるっていうのは。人馬一体となり矢を放つやぶさめ。伊手の周りにはたくさんの人が集まってきました。地域を一つにする伝統行事、それが高山やぶさめです。